今ね、初めて、ゲーム実況を、やるんですけど、メタルギアソリッド5でやろうかなと思ってます。まあ、このメタルギアを選んだ理由がですね、デス・ストランディングスっていうゲームをやってたんですよ。で、そのゲームね、なんか本当に映画みたいな感覚で見れて、本当にすごい楽しかったです。で、やっぱ小島さんのゲームといえばメタルギアを自分は思ってるんですけど、まあ他の人はちょっとね、わかんないですけど、まああくまでも自分のね、意見で、そう思います。で、あんまりにもね、そのデス・ストランディングズが面白かったので、まあメタルギアも面白かったなと思ってね、もう一回これ購入してきました。で、まあせっかくやるんだったらもうゲーム実況やろうかなと思って、やっと今ね、やる気スイッチが入って、今やってます。じゃあ早速ね、始めていきましょうかね。一応さっきね、プレイというか、ディスクかけたら、これセットになってて、グランドゼロと、ザ・ファントム・ペインがあって、これ順番があるらしいんですね。で、どっちを先にプレイしますか、一応こっちの方が先ですよっていう項目があって、順番通りにプレイしますかってがあったんで、それを選んだので、このままゲームスタートでいけば多分ストーリーがつながったまま始まるはずなので、やっていきましょう。じゃあとりあえずストーリー始まったんで、ちょっと黙っときます。まあぜひ一緒にね、みんな楽しんでください。処刑するのかな、これ。ちゃんとね、こういう NPC たちの顔もこだわるんだね。人間っぽい顔してる。女はすぐ手放した。心配するな、お前の希望通り楽にしてやった。ほら、これがご褒美だ。うわ、どこにつなげてんだあれ。お前は仲間を売った。これで一人前の兵士だ。リカルド・チコバリネシアのリッド。大丈夫、家には帰れるさ。ボスによろしくな。10日前、パスの生存が確認された。生きていたのか。ああ、カリブ海洋上を漂流中、やっぱこの声いいな。救助されたらしい。
それで俺たちの情報が漏れる。だからパスの口を封じろと。いや、そうじゃない。米国の非政府諜報機関サイファーはパスにダブルスパイの権利をかけた。そのため彼女はキューバ南端の収容キャンプで尋問を受けている。キューバの中のアメリカ、法を逃れたブラックサイト、マザーベース査察の件、これと無関係とは思え。国連の核査察、おそらくパスのリークを裏付けるためだ。俺たちは国家に帰属しない軍隊だ。この軍事力が明るみに出る。世界中が敵に回る。だがパスを送り込んだサイファーという非政府諜報機関にとっても脅威だ。パスはサイファーの正体を知っている。ああ、生きているならこちらに協力してもらいたい。サイファーへの唯一の手がかりだ。全身やけどって設定かな。スカルフェイス。水か、血管かと思った俺。40時間前、ターゲットは2人、チコとパスだ。南岸から敷地内へ潜入、2人を救出しランデブーポイントで指示を出してくれ。何のために投げた。昼にはマザーベースに戻れる。その頃にはこっちの客も帰っているだろう。だがことは政治が絡む。すまないが増援は出せない。ああ、たまには一人がいいさ。待たせたな。言えんなやの声。スカーキュー。
あ、なんかこれ確か携帯となんかつなげれるんだったよな。確かこれは潜入任務だ。敵に見つかるな。まずは双眼鏡で状況を把握するんだ。何が見える？コールボタンでこちらから情報を伝える。よし。フェンスにドアがついてるな。ズーム。あ、こうか。お、忘れちゃったな。警備兵だ。見つかるな。戦闘はできるだけ避けるんだ。見張り台だ。見つかるな。なるほど。このマーキングもう長らくやってないからね。バツで姿勢を低くしておけ。操作方法はポーズ画面で見られる。デスストランディングズとちょっと操作違うんですよね。向こう丸がしゃがんだりなんとかするんだったんだけど、まあこっちで多分ジャンプすることないんでね、罰でジャンプがいらないってことで多分そうなってんだろうな。意外と警備薄いんじゃない？そうでもないか。多分ね、まだまだどっかいるはず。対空機関砲か。ヘリには脅威だ。トラックだな。荷台には乗れそうか。こっちも誰かいるんじゃね。ねえ、まあ潜入任務行きますか。とりあえずこいつ厄介だからこいつやっつけるか。いけるかな。操作覚えてないやんな。どうやって登るんだこれ。あ、リロード。丸がリロード。歩幅中に武器を構えると左右に平行移動ができる。素早く移動することもできるぞ。旧収容所へ向かえ。ターゲットはそこにいる。登れないのか。ポーズ画面。ポーズ画面ってこれか。どれがポーズ画面かわからん。まあいいや、こっちから行ってみるか。多分見つかりそうな気がする。こっち登れんか。登れないのか。あらららら、ら見つかっちゃう、見つかっちゃう。シビ、シビ、こちらデルタ6、不審な人影を発見。あらら。オーバー。デルタ6、こちらシビ、現在確認に回せる要員がいない。引き続き監視を続け、不審者の捕捉に努めよう。アウト。ふん、怒っちゃった。どうしよう、こっち来るな、あいつ。はあ、いきなり見つかっちゃうとかっこ悪いな。でも最初からまだ武器持ってるでいいよな。でも殺しちゃいかんもんな。小島さんは人殺しを好まない。どうしようか。確かあれだよな、異常なしってなんか連絡しないと。CP、こちらデルタ6、現場確認を完了。敵兵はない。ご用意祈祷する。オーバー。
アウト。捕まるかな。なるほど、 R2 で CQC だ。あれがないとちょっとやりづらいですね。なんだっけ、チュートリアル欲しいですね。こいつ起きるかな。多分起きるよな。ここに置いとこうか。殺しちゃいかんもんな。どうしようかな。なんかあったんだよ。こうか。The map has been updated. ハケ。なしはここまでだ。ハケ。あれだ、失敗した。危ねえ。そう、これで多分もうちょっと長く気絶してくれる。で、今見たらどっかにマガジンがあったから、マガジンはしないか、遠いか。ちょっとデスストランディングデスストランディングズでやってるかな、だと変なセンサーみたいなのが出るんですよ。R1を押すと、その癖がねまだちょっと抜けてないですね。ランディングゾーン、ターゲット予測。このまままっすぐか。そのデスストランディングで、遊んでて、結構そのこういう感じでスニーキングするミッションがあったんですよ。それでこのゲームを思い出して、あ、そういえばこれあったなぁと。これ隠れてるよな。マーキング。双眼鏡で敵をよく見れば、そいつをマーキングできる。マークした敵の気配は、たとえ壁越しでも感じ取ることができるだろう。ただしこれは、あんたが立ち止まって意識を収集している時に限る。敵情把握に役立ててくれ。一発でしゃがむんだな。あの電気がムカつくな。確かうまいこと打てば壊せて、バレないんだけど、失敗すると見つかるんだよね確か。敵襲だーみたいな感じになって。
来ないか。どっか向いてくれないかな、これつ。やべ、あダメだ、失敗、逃げろ。潜入任務失敗ですね、これ。かっこ悪い。ドン。どうしよう、どこまで隠れればいいんだ。と、ここまで来るかな、あいつら。うわ、いっぱいしてくる。マーキングのチャンス。あ、やっぱそこを警戒してんだな、あいつら。俺がここにいるって気づいてない。もう一人マーキングしてないやつ。なんかいる。あ、無水ある。ライトを消してこいつを。来るなこいつ。失敗した。敵あれ爆発するかと思った俺。やべえなあいつ、こっち来るな。早く倒れろ。で、これ投げたらどうなるんだろう。ひゃ、殺したことにはならないな。泳いで生き延びるはず。
もう見つかっちゃったしね。こいでこーい。あ、そっか、でも尋問した方がいいよな。本当に泳ぎたいのか。そうか、話さんぞ。眠れ。で、多分こいつの方が先に起きそうだから。こ。オッケー。ハケ。なんか撃ってきた。あ、ごめん。殺したくはなかったんだけどな。ごめんごめん。いやいで来い。お前、あれ？あれ？消えた。あ、お前。泳いでこーい。こうしてつかんで尋問して逃げた捕虜をカセットテープを持っていた。 OK。 勝手にしろって。はい、もう一人殺しちゃったしな。こいつのセリフが気に入らないからお前は死ぬか。はい、じゃあここでサプレッサーを外して、ここで一発撃ってみんなの注意を。なんか消せる方法なかったっけな。で、多分ね、誰かが来るはずなんだよな。様子見に。多分びっくりマーク、こいつがついたからこいつが来るんじゃないかな。ここねー。
前が来るのか。来い。一人ぼっちか。泳いで行って泳いで泳いでこーい。さーてと、これが何なのか、爆発しんのかな。これでうまいこと合わせればいいかな。お、お前が来るのか。あ、お前が来るんだな。おう、危ねえ。どうやって登るんだ、どうやって登るんだ。罰をしたらなんか落ちそう。登れ。あ、三角だ。危ねえ。やべえな、あいつ早い。どこ行こう。同じ手順で行こうか。カメラもあるのか。じゃあお前はちゃんと喋って、調子乗らなかったから泳いできていいよ。いーよい、よし。電気が鬱陶しいんだよな。三角で登るのか？違うの？
どうやって登るんだろう。登らんのかな。慎重に行け。三角だって。登らんね。当たるかな。銃声撃たれてんだぞ。こちら CP 了解。全隊員警戒の上、侵入者の発見に努めよ。こっち来るかお前。方向に打ってみようか。遠いね。違う、さっきに。これができるんだ。ヘッドショット決まるかな。うわ、殺しちゃったよ。決めちゃったね。高さはこんな感じかな。一人殺しちゃったな。あ、こっち来るかあいつ。あ、来てるね。来てなかった。来い。
ってねえ。こちら CP 了解。各人は警戒態勢に移行。敵の位置を早急に捕捉せよ。アウト。もう暗殺者になっちゃったね。雑なゲームでもう見つかっちゃったんで、多分ステルス系のゲームにでやる気がなくなっちゃったかもしれない。トラックランディングゾーン敵兵大学、これなんだ、敵兵チェックされてるのはなんだ、スナイパーライフ、監視カメラ、死体なら多分俺を見つけることはできないし、敵兵に見つかって警戒態勢になることはあっても、あれ、あ、いた、多分だけど、ここの辺のやつが発見されたのかな。そうだ、戦争だ、戦争だ。
これ敵を見失ってこれより捜索を開始する。オーバー。こちら CP 了解。まだ近くにいる。油断するな。アウト。散ったか。どこを探しに行ったんだあいつら。ここで人が死んだんだぞ。聞いたか？さあ誰が来る？こっちから来るか。グレネードでも投げてこない限り多分お前ら俺をやらんぞ。やだよ。
旧収容区画だ。ターゲットはそこにいる。 CB、CB、こちらゼルス。敵が見つからない。捜索を終了する。オーバー。こちら CB 了解。警戒態勢を維持せよ。アウト。ダメだ。あ、あらら。来るか。CB、CB、敵を入手。オーバー。こちら CB 了解。慎重に探せ。必ずいるぞ。アウト。おっとおっと。
お、もう一個。いや、まだいるね。こうやってあれかな、無限大に出てくるかな、こいつら。もう一匹いた。